どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ミスター社長子選手からですね、また挑戦状がね叩きつけられまして、ちょっとこちらを皆さんお聞きいただいてよろしいでしょうか。もしもし、アコですけど、ボイスメッセージ、ほんまにこの間はボコボコにやってくれたなっていうことで、リュウちゃんがほんまに強かったっていう感じで終わったんですけど、ちょっと今回ね、私も血のにじむような努力をしまして、ほんまにもう出川とか勝又竹山あたりをね相手にもう本当にすごいデッキをいっぱい作りました。今やったらもうリュウちゃんに勝てるんちゃうかなと思って、ちょっともし時間があればお手合わせ願いたいと思います。ということでですね、まあなんかボイス、謎のボイスメッセージで、ここはこの部分パート後付けで私声入れてるんですけど、ボイスメッセージで挑戦状がね叩きつけられましたんで、前回ねミスター社長子さんと対戦した時はなんかもうフルボッコにしたんですよ俺。なんか大人気なくフルボッコにしまして、で、まあ、あれから社長子さんもだいぶ結構なんかそのルーム戦とかで結構まあドランク戦とかで結構なんか練習されたみたいで、ね、だいぶ強くなっていると、いうことでね、早速ちょっと1戦目、やっていきたいなと思います。で、まあ、ちょっと僕もアッコファミリーには、入りたくないんで挑戦受けましょうということで、まあ、ルーム ID をお伝えして、で、やっていくと。で、負けたら毎日飲み会の刑やでっていうことでね、そんなの絶対嫌です。基本的に僕はゆとり世代なんで、上司からの飲み会の誘いみたいなのは基本的に断るタイプの人間なんですよ。なんでまさにデスゲームということで、ね、3本勝負の日本選手とかにしますかと、それともどっちかが死ぬまでやりますかって聞いたら、3本勝負の日本選手にお任せるようにしましょうということで、まあ、私が、返り討ちにしましょうとお伝えしましたら、勝利の鐘を鳴らすのはあなたと、いやそれ負け取るやないかーいっていうね、ことであなたじゃあかんやんっていうことで、かわいいな社長さんということでね、1戦目早速ご覧いただきましょう。何デッキ使ってくんの、先生何デッキ使ってくんすか、マジわかんねえんすけど、なんかだいぶデュエルキングちゃんと並んでますね、称号がやってんねお兄さん、ここいいだろう、何デッキこれ、誰魔法を使って、で私はあれですね、30枚レッドアイズっていう、ちょっとまだ動画にしてるかどうかわかんないけど、まだクローホーガンパイセン、なんだろうこれ、レベル上昇とかですかね、まあ、それかマイアグラブラックフェザーとか、そっち系かなと思うんですが、まあ、1枚セット、はい、何これ、何だっけこれ、ガチでわからん、知らぬいか、はいはい、なるほどね、社長さんがよく言ってますね、知らぬいデッキ、知らぬいだから知らないと、誰も名前を知らないと、何をされてるカタランデッキってことで、まあ、アッコさんデッキと実質なんか強引なこじつけでいつもね、知らぬいを使ってるんですが、もういきなりちょほむら神だるだるだる、ちょっと待って、鎖つき来た、鎖つき来た、いや鎖つき来たけども、鎖つきは来たけども、どうしたらいいの、あれ突破できなくね、3500破壊耐性、無理なんだけど、もう積んでるこれ、もしかして積んでる俺、積むの早くない、次元遊兵、なるほど、どうしたらいいこれ、どうしたらいいの、どうしたら勝てる、3500、ホムラ神無理なんだけど、ホムラ神無理なんだけど、あれどういうこと、ちょっと破壊耐性とかいうさ、クソインドインキャ耐性やめろよマジで、どうしようかな、まあ、フュージョン打つんだけど、フュージョンは打つんだが、フュージョン打ってフュージョン打って、まあ、AD 落としかないやろ、もうこれ AD 落とすやん、 AD 落として AD 落としてで、まあ、出すじゃん、出すじゃん、 AD 落としながら出すじゃん、で AD 効果使うじゃん、 AD 効果使って横向きにすんじゃん、あいつをまず寝かせんじゃん、でってれーっつってセットで、バトルフェーズ行ってで、ぶん殴っていく、ぶん殴っていくが破壊耐性を使われていくいやあいつや、あいつ、あーやばい、
もう知らない落とすのやめて、知らない落とすのやめよう、知らない落とすのやめて、やめて、でもやめて、やめろよ、やめろ、やめろよ。あ、妖刀、妖刀か、妖刀、妖刀ね、はいはい、妖刀、妖刀、オッケー。ただまあ次のターン、シンクロはまだ飛んでこなそうな気は、あ、飛んでくるわ、飛んできたー、飛んできたー、飛んできたー。ちょっと待って、ちょ、ホムラ神やめましょう、あやかし神もやめましょう、あやかし神もやめましょう、クソめんどいんだよ、なんだよあいつ、ふざけんなよ、は無理だろう、は無理だろマジで、なんだよ、くそ、つけるか、一応一応つけていく、一応つけていく、一応レッドアイズスラッシュドラゴンにつけていく、でこれが効果で破壊されると相手のカードを一枚破壊するぞ、相手のカードを一枚破壊するぞ、ダイナマイトを装備してそのカードを破壊するか、お、打点がかかった、やばい、3800も、いけ、さあ、次ダイナマイトの効果発動、効果で破壊された場合フィード上のカードを一枚選択し破壊していく、ホームラ神の効果が発動して破壊ってちょ無理無理、ガチで無理、ホームラ神とかいうモンスターマジで無理、生理的に無理、は無理やんけ、は無理やんけ、ホムラ神一生突破できないんですけど、小脇使いなさいよ小脇を、いや強すぎ、さすがに今のはあれ強すぎだろ、無理だよホムラ神突破できんよ、まずは1本目ありがとうございました、一番自信のある敵から行きましたということでね、飲み会リーチやで行きたくね、行きたくね、行きたくないよ、助けて、あれらしいですよ、あの知らないデッキっていうのは、あの誰も名前を知らないデッキっていうことで、あなたは何をされてる何デッキっていうことで、まあ、実質あっこデッキって言ってます、あの人はいつも、まあこじつけがすぎる、まあ私もね、まあまだ本気出してないのでと、いうことで、次はバチクソガチ最強デッキでいきますということで、2戦目やっていきましょう、マジで怒ったからな、俺は怒った、スーパー超絶最強ガチデッキでいくわ、マジで怒った、いけルカ、いけルカちゃん、幼女育成ゲーっていう噂ですからね、ユエルリンクスは育成幼女が扱う18金デッキ、誰も傷つけさせない、嘘つけ、よし反動強いよし反動強いぞ、いける、この最強の18金デッキで貴様叩き潰してやる、セット、あ、いいだろ、お前か、なんで一癖、あ、なチェーンない、ナイトショット行こう、ナイトショット食らえ、ほらなんだそれは、妖戦銃か、妖戦銃かな、こんな、ワームゼクスを攻撃表で召喚、ワームゼクスの効果はそう、デッキよりワームモンスター相手を墓地に送ることができるぜ、そしてワームヤガン、生える18金の効果発動、生える18金は墓地より、生えていく、そしてカードを1枚、カードを2枚、カードを3枚セット、バトルいけ、飛ぶ18金でダイレクトアタック、ターン終了、バカめ、この幼女が使う、幼女が操る18金デッキをなめんじゃねえぞ、お、こつさえない、よし、いいぞ、よし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 、すり替えていく、妖戦獣だと思うんで、まあ、まあ、長男か次男か三男か出てくるでしょう、おそらくね、出てきた瞬間になんか出てきた瞬間戻しちゃってもいいけどな、妖戦、これデモチェンじゃね、これデモチェじゃない、これデモチェでは、おらーおらーおらーわーよし、いくぞ、いいぞ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 、さあどうする、殴れないだろう、モンスターも召喚できないし、もうリフェス終了前、バトルフェイズ、バトルフェイズは行えない、バトルはできない、レモンズチェーンは攻撃をすることはできない、さあ来い、バトルフェイズ、バトルフェイズ終了、オッケー、エンドフェイズ、ダブル星雲隕石発動、はい、夜間効果お戻りください、ファックトゥーザフューチャーで、ダブル星雲隕石効果2枚ドローして、デッキよりワームキングを特殊召喚、うおなんやこのデッキ、
反転召喚飛ぶ18金バトルだ食らえ。ちょっとセリフで煽るわ、一回セリフで煽るわ。ほらこれが18金デッキの実力だ。いけ、歩く18金ダイレクトアタック、食らえ。ほらこれがね、今デュエルリンク最強と言われているね、ワームデッキってやつですよ。いや、エンシェントフェアリー出てきないやないかーい。ワーム最強やわ。18金デッキ最強、幼女が操る18金デッキ最強、いや完全にアウト。ということでまたボイスメッセージが届きまして、そんなに私と飲み会行くのが嫌なんか嫌ですね、嫌ですね、非常に嫌です。飲み会は僕もね、そう言ってるんですけど好きなんですけど、おまかせ飲み会結構きついですよね。非常に勝利の鐘を鳴らすのはね僕ですよとお伝えしましたところ、まあ、負けても笑っているしということで、第3戦運命の第3戦、負けたら飲み会に行かなければいけません。ファミリーの僕嫌なんですよね、ファミリーの飲み会絶対に行くのが、まあ、断固として、行かないと、そういう姿勢でね臨んでいきたいなと思います。それでは第3戦行きましょう。さあ泣いても笑ってもね、これ勝った方の勝利ということで、私飲み会には絶対に行きたくないんで、僕はゆとり世代ど真ん中なんでね、あの上司 の飲み会の誘いとか簡単に断るんで、簡単に断っていくタイプなんでね基本的には。よしやっていきましょう。ビビッ、やべ、ちょっとセリフうるさ、お振るわ、ちょうるせえ、お振るわ。OK よし、リフレクター出すか、リフレクター召喚、サイキックリフレクターの効果発動、バスタービーストを手札に加えていく。そして、バスリ効果でバスターモードを手札に加えていく。これでも黒浴セットでもよかったな、別に黒浴セットでもよかったかもしれないわ。まあいいや、サイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけることによってバスタービーストを墓地より特殊召喚、レベル2上げていく。そしてレベル6となったバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング、全てを壊せデストロイ、お前のズボンはコーディロイ、俺の車はロールスロイス、シックロイ召喚、いでよデストロイサムライ、シャーカードおしまいセット。いやこれセットでよかったら、これ別にこれ黒翼セットでよかったです。え、これ何デッキ、これ何、これ黒砲丸、黒砲丸好きですね、これ何ですか、え、これ何、これ黒砲丸何、ちょっと取りかすやめない、ブラックフェザーとか取りかすやめようぜ、取り返すじゃねえわ。あ、これまたあれだ、あなたは何をされてる方なんだっけ、だ出た、やばい、これどうしよう。え、でも次なんとかネオスフュージョンを、ネオスフュージョン系のやつを引いて、で黒翼墓地落とした上で1000ライフ削られた上でのサイキックリフレクターだ、来た、これだ、アーカライトマジシャン出してやる、俺はアーカライトマジシャンで分からしてやる。ちょっとさ、すぐホムラが見出すのマジでやめましょう、すぐさ、ホームラン神出すよくないですよ。よくない、それ。よくない、それ。ホームランよくない。よくないよ、30。やばいって、もう、あいつ強すぎだ、もう。破壊耐性とかでさ、ガンメタをさ、反応やめてくださいよ。いや、きっちぃ。さ、僕の侍ちゃんが、僕の侍ちゃんやられていく。コズミックサイクロン全然いらない、今。今いらない、セット。でもこれ、ワンチャンセットでさ、これさ、耐えねえかな、これ。耐えねえかなこれ。耐えねえか。墓地シンクあるもんな。これ耐えねえわ、これ。やばい。は、無理やんけ。無理やんだけど。え、やば。やばい、ちょっと。え、誰、あー、なるほどね。忍者ね。忍者知らないね。これ社長さんがね、ツイッターで上げてたんで、よかったら気になる方はぜひね、社長さんのツイッターを、覗いてみてください。強すぎ、それはさすがに強すぎませんかね、さすがに強すぎません、さすがに、やばい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 、氷の忍者来た、氷の忍者出てくる、でも今召喚できない、でセットカード何、あれ、あのセットカード何、何、いや何何、でも長編芸じゃなくても別に
あ、影縫いか。影縫いね。はい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 。それはコズミックチェーンでいいんじゃないかな。コズミックチェーンですね。コズミックチェーン、ワンないかな、これ。ワンない。ワンあるんじゃない、これさ、これビビってさ、ホムラガミから殴ってくれるっていうパターンない、これ。ビビって。このモンスター超守備高いんですよ。このモンスター超絶守備高いんですよ。これ、ホムラガミから殴った方がいいと思います、俺。ホムラガミから殴りましょう。ホムラガミから。ホムラガミから殴りましょう。社長さん、ホムラガミから殴りましょう。ホムラガミから。まあ、そんなことあるわけなさそうな気がするけどね。ホムラガミから殴りましょう。ホムラガミから。俺、ピッチャービビってるぞ。ピッチャービビってる。このバック反応ねえから、なんも。だってバスターモールだもん。何の反応もねえからビビってる。あっ、あっ、あっ、は、無理やんけ、無理やんけ、無理やんけ、マジで今のとか全然無理なんだけど。今夜和田屋で待ってるで。いやだ行きたくねー、ギョエーっと。大丈夫や、優しくするからとか言われたんですけど、優しいわけないじゃないですか。優しいわけないんですよ。朝何時までコースですかって、聞いたところ、明日の夕方には終わると思うでと、言われましてね。ああ、どこのブラック企業だよ。どこのブラック企業だよ。なんでよ。助けて。次回リオシスデュエル3倍と、いうわけでね、本当にね、社長子さんめちゃくちゃ強くなってますよね。なんか毎日毎日デュエルもやられてるみたいで、な、本当に、まあ、芸能界最強は我らがシャイニング松坂っていうね、あの神がいるんですけど、シャチオコさんもですね、ミスターシャイニング松坂、ミスターシャイニング松坂って誰だ、あのシャイニング松坂のちょっと本当に肩を並べるレベルでなんか強くなってんじゃねえかなと、思っております。ぜひですね、あのこれからのミスターシャチオコさんの、ま、動向に注目しながら、今度は私がチャレンジャーとしてね、3回目の挑戦状は私が叩きつけていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。